ローザンヌ州立美術学校は、スイス帽州ルナンにある美術、デザイン分野の高等教育機関である。ルナンは、ローザンヌ近郊にある。1821年の設立当初は、州立が学校だったが、後に美術と応用美術を教えるようになり、ローザンヌ州立美術学校へと改名した。西スイス高等学校グループの一角を成している。 もともと、ルナンの工場だった建物を建築家のベルナール・チュミが改築したものが現在の工地になっており、それまでに3度の工地移転を経ている。建築、デザインを扱う大手サイトのデゼインは、独自のランキングにおけるスクールズホットリストカテゴリーにおいて、イークルを世界ベスト5校にランクした。アレクシス・ゲオルガ・コポーロス学長に指揮される同校は、現在1年の基礎課程、 6つの学士課程、5つの修士課程、1つの先端研究修士課程を有している。学科は次の通り。視覚芸術、映像、グラフィックデザイン、インダストリアルデザイン、写真、メディア、インタラクションデザイン、タイプデザイン。イークルはグラフィックインタラクティブデザインとインダストリアルデザインの SHS コースをスイス連邦工科大学ローザンヌコーに提供している。 同行のヨーロッパ圏内、そして世界における名声は、卒業生たちの著名な活動によって裏付けられている。卒業生には次の人物がいる。ビッグ、ゲーム、ジーン・ステファン・ブローン、マクシム・ブッチー、バランタン・キャロン、ミヒエル・シャーレット、フィリペ・ディ・クロザット、エルワン・フロテン、シプリアン・ガイアール、ギャビエ・アンドラスト、ブレイズ・ハリスン、デビット・ホミナル、フィリペ・ジャリジョン、JR ・ジーラニ、 ニコラス・レモイン、ナーム・サルバ、フレデリック・マーム、エイドリアン・ミッシカ、エイドリアン・ローバー、ジョエル・テッタ・マンチ。さらに、各種メディアや一般向け雑誌にも、頻繁に取り上げられるほか、次に挙げるような誉れた書き会場で、数多くの展示を行ってきている。スイス文化センター、ポンピドーセンター、クーパー・ユニオン、デザイン・デーズ・ドバイ、ブリュッセル・デザイン・セプテンバー、ドクメンタ、 ドローグデザインホテル、国際ファッション、写真祭、ギャラリー、リビーセラーズ、ヨーロッパ写真館、エリゼ写真美術館、ナショナルインスティチュートオブデザイン、ミラノサローネ、スイスネックス、ビクトリアアルバート博物館、ビトラデザインミュージアム。イークルは近年、世界中の名門美術大学や企業との共同にも力を入れている。これまでのパートナーには、 次のような多彩な名前が並ぶ。アレッシー、オーデマピゲ、アズディン・アーラや、バカラ、BCV、ベルナルド、BMW グループ、キャンパー、カッシーナ、センター、ポンピドー・パリ、クリストフル、e 十五、ギャラリー・ギャラリーズ・ラファイエット、ガレリア・カーラ・ソッツァーニ、アトイエ・コンツ・ハンス・グローエ・アクサ・ヘルメ・スブロー・ムーバー、スポートス・ワアル・ウス・プラン・ネスレネスプレッソ、 パンクト、レミー・マーチン、スコット、シグ、スイス・インターナショナル・エアラインズ、スイスネックス、USM、バッシュロン・コンスタンティン、ビトラ、ウォールペパー・ワウルマーク。ありがとうございます。